1944年から1945年のフィリピンの戦いは第二次世界大戦後期においてフィリピン奪回を目指す連合国軍と防衛する日本軍との間で行われた戦闘である。日本軍は早一号作戦と呼ばれる計画に基づいて防衛を試みたがアメリカ軍を中心とする連合軍が勝利を収めた。米非戦争の結果 1901年以降フィリピンはアメリカに占領され植民地となっていたがマニュエルケッソンがフィリピン独立派の尽力で徐々に自治が認められるようになっていた。1929年に世界恐慌が発生するとアメリカ国内において フィリピン産の農産物が無課税で、アメリカ本土に輸入されていることが問題視されるようになり、主に砂糖業界から関税を課すことを目的に、フィリピン独立が要求されることになった。こうして1934年に、アメリカ議会は、タイディングス・マクダフィ一方で10年後の独立を認め、フィリピンコモンウェルスが成立した。初代大統領には、マニュエル・ケソンが就任した。 1941年の時点ですでに独自の憲法と議会、行政府、最高裁を持ち、アメリカ軍の監督下で独自のフィリピン軍の創設が着手されていた。一方日本から見てフィリピンは日本本土とオランダ領東、インドなどの南方資源地帯との中間に位置し、アメリカ軍はここを拠点にしてシーンの遮断が行えると認識していた。日本が 台米参戦を決意した要因の一つにはアメリカを無視してオランダ領やイギリス領の南方資源地帯を占領してもアメリカ軍がフィリピンを拠点にすれば容易に海上封鎖ができると考えたためであった。日本軍は新珠湾攻撃直後の1941年12月22日にルソン島に上陸し翌年1月2日には首都マニラを占領した。 1942年4月から5月にかけて、パターン半島とコレヒドール島に立てこもっていたアメリカ軍とフィリピン軍が降伏するが、この際に日本軍の管理下にあったアメリカ軍やフィリピン軍の捕虜が大量死する出来事があった。日本軍による占領の結果アメリカへの経済依存度が高かったフィリピンは困窮し、また日本軍の軍政府は コモンウェルス政権が発行した紙幣の一部を無効とした上で軍票を乱発したためインフレーションを発生させ物資不足を悪化させた。上述のバターン氏の更新などの影響もあり、占領下におけるフィリピン人の対日感情は悪化した。フィリピンコモンウェルスのマニュエル・ケソン大統領はフィリピン、陥落寸前にホセ・アバド・サントスを 残留政府の大統領代行とした上で、アメリカ極東陸軍司令官のダグラス・マッカーサーと共に逃亡し、その後ワシントンにいて亡命政府を立てた。ケソン大統領はフィリピンの解放と完全独立を見ることなく1944年8月に病死し、副大統領だったセルヒオ・オスメニャが後を継いだ。サントス大統領代行はセブ島でゲリラ戦を行ったが、 日本軍に捕らえられ、重殺刑に処された。1944年6月のマリアナ沖海戦は、日本の敗北に終わり、7月9日には、サイパン島を失貫して、マリアナ諸島の喪失も確実なものとなった。この敗北は、日本の政治情勢にも影響し、東条秀樹内閣が倒れて、7月22日に、小磯内閣が誕生した。しかし、 陸軍軍人とはいえ予備役に引いていた、小磯国やに陸軍を抑える力はなく、この政変は、陸軍、特に参謀本部の発言力を強める結果となったと、される。その陸軍参謀本部は7月15日、今後の戦争指導方針として、次の4案を示した。短期決戦案決戦重点日本立案平行日本立案長期戦、重点日本立案日本の、 戦力はすでに破断会に達していると認識していた。参謀本部は、第二案を推薦。梅津義次郎参謀総長もこの案をし25日陸軍大臣、杉山本と協議して、これを採用した。小島城は、初期著作、太平洋戦争で、もし第二案の決戦で敵に大打撃を与えれば、同じ和を求めるにしても、ずるずると敗戦するよりも立場は、 有利になるだろうと評した。これがいわゆる一撃講話の基本的な考えである。この間、大本営は7月18日から3日間にわたり陸海軍合同研究を行って新たな防衛計画都市合作戦を立案し7月24日に採開された。作戦は地域別に早1号から早4号と名付けられ、 このうちフィリピン方面の防衛作戦が早い一号作戦とされた。日本にとってフィリピンを奪還されることは本土と南方資源地帯の連絡が遮断されることであり、戦争全体の敗北につながるものであった。陸軍は24日、作戦準備を各軍に命じた。ルソン島、レーテ島他の地区を防衛するために、 第14方面軍が1944年8月4日に創設された。方面軍司令官となった山下大将が、ルソン島、ニルソン飛行場へ降り立ったのは、1944年10月6日であった。第14方面軍は、ルソン島に4個師団、レーテ島に1個師団、ミンダナオ島に2個師団、ミンドロ島、サマール島、セブ島、ボホール島に、 1> 各一個大隊、その他に、計三個大隊を配置した。このほかボルネオ島には9月に、第37軍が置かれた。その後、大本衛生不連絡会議から名称を改めた、最高戦争指導会議の最初の会議が8月19日、開かれた。この時、世界情勢判断と、今後取るべき戦争指導の対抗が決定され、 前者で、ドイツが、敗北必死であると認め、後者では、欧州情勢の推移感にかかわらず、帝国は、決戦的努力を傾倒して、敵を破砕、戦略施策と、相まってあくまでも戦争完遂に邁進せざるべからず、と結論し太平洋方面での決戦方針を、追認、同時に大陸において、対ソ連への独ソ和平工作、対重慶への和平工作を行うこととした。 下記のように、アメリカのフィリピン奪回のスケジュールは、対日犯行が相当進展してからも、右与曲折をたどった。その理由は、陸海軍、統合参謀本部などの主要指揮官の間の意見の違い、ヨーロッパ戦線との兵力配分、秋の大統領選挙への影響、対日戦終結後の小介石政権支援のための、大陸への兵力展開といった要素が、 考慮されたからであった。1943年11月の回路会談で、中部太平洋振興とニューギニアから、フィリピン方面への振興の両者を進める方針が決まり、大まかな手順も定まった。二つの進路のうち、優先度は、中部太平洋の方が上であった。1944年6月の段階でも、統合参謀本部はフィリピンを素通りした意向を 示していた。海軍作戦部長、アーネスト・キングは、3月12日に決定された、春間ヘラ島、ミンダナオ島への進行を中止して、代わりに、台湾へ進行することを提案していた。この方針は、同じく3月12日に決定されていた中国、本土上陸計画にも合致していた。統合参謀本部は戦争終結を早めるべく6月13日、 マッカーサーとニミッツの両者に対して次の3つの案での対日侵攻の再検討を命じた台湾攻略までの規定計画の促進途中の目標を素通りして一気に台湾を攻略する規定計画を中止し日本本土攻略を含む新計画を策定しかし両者ともこれらの計画は急進的に過ぎると考えたこの時 陸軍参謀総長のマーシャルは6月24日、マッカーサーに沖縄への進攻を提案した。その意図は、マッカーサーのメンツを潰さずに中国本土に上陸し、かつ、米本土に残されているヨーロッパ用の予備兵力を、キングの台湾侵攻案に使わせないことにあった。マッカーサーは、マーシャルの提案に反対した。マッカーサーは、7月8日、 総合参謀本部が3月12日に決定した案をさらに前倒し、1945年5月にルソン島へ進行するでの午後計画を提出した。マッカーサーはフィリピンへ進行する軍事的利点として現地の抗日武装勢力の助力が期待でき、当初への海上進行と比較し、地上拠点も複数確保できることを挙げ、政治的にはフィリピンが 元アメリカの植民地であることを指摘していた。マッカーサーは自身の前職がフィリピン軍元帥であったことからフィリピン奪回に大きな努力を払っていた。なお、マッカーサーは父親の代よりこのフィリピンの利権を多く握っており、マッカーサー王国などと揶揄される状態であった。そのため、6月18日マーシャル参謀総長に宛てた。 所管に対しマーシャルは、マッカーサーの個人感情をたしなめる返事を送っている。一方ニミッツは、この時期、1945年2月に、台湾南部に進行する、グラナイト2号計画を持っていた。また7月4日、予定通りに進行が進まなくても、規定の作戦計画を遂行することと、マッカーサーの主張する、機動部隊と、 陸上基地と連携させた作戦が適切である旨の2点を回答した。この理由としては、サイパンでの抵抗が予想より大連合艦隊の脅威日本陸軍の大陸での進撃による中国本土沿岸での作戦活動の困難1月に、すでにキングに対して8月までの戦力の用意はあるが、以降は補強が必要である旨を伝えたがといったことを挙げていた。 海軍は、レノ5号には、対日戦争期終結に役立たないと批判した。こうした、対立のため統合参謀本部は7月11日、ヨーロッパ情勢と絡め次の提案をした。ドイツが打倒され、日本海軍を壊滅させた場合は、日本本土への直接侵攻ドイツ打倒も日本海軍、撃滅もできていない場合には、ミンダナオルソン台湾沖縄九州本州の、 順に新興ドイツを打倒していないが、日本海軍を撃滅した場合は、民棚を迂か一方、ルーズベルトはそれまでマッカーサーが共和党の大統領候補になることを警戒しあまり手柄を立てさせないようにしてきたが、7月初旬の民主党大会で自身が大統領候補に指名され、マッカーサーにも出馬の意思がないことを知った。その後ルーズベルトは選挙遊説のためオアフ島を、 ホノルルに行き、7月26日夜にマッカーサーと会談した。マッカーサーは持論を述べ立てたがルーズベルトはフィリピンを迂回しないことは指示したものの、海軍が主張する台湾侵攻との関係は後回しとされ、9月のケベック会談でチャーチルと協議した結果により決めるとした。ハワイ会談に対し統合参謀本部は不満で、キング作戦部長は即時台湾攻略を主張した。 一方海軍側でもハルゼーはフィリピン攻略の意義を認める進言をした。8月に入りペニアン、グアムが相次いで陥落、マリアナ諸島を完全に占領したアメリカ軍はペリリュー島、ヤップ、タラウド諸島などが次の目標として見えてきた。8月16日、マーシャルはスケジュールを短縮できるとしたマッカーサーに計画の再提出を命じ、マッカーサーは 作戦名称をマスケーティアと解明し9月15日にモロタイ、10月15日にタラウド、11月15日にサランガニ、12月20日にレーテ、などとした計画を提出し、臨海への上陸時点でレの5号に比較し40日短縮されていた。この一部を統合参謀本部は採用し、海軍、キングも条件付きで承認、9月9日、 統合参謀本部は、ミンダナオ島の攻略予定を11月15日、レーテ島の攻略予定日は12月20日と指令した。しかし、その後ルソンと台湾のどちらに進行するかは、未定であったなお、オーバーロード作戦実施直前では、ノルマンディ上陸後90日で、ドイツ本国進撃の体制を整え10月には、ドイツ打倒を実現するスケジュールであったが、 上陸から90日を経過した9月初めの段階では、それが不可能なことが明らかとなった。そのため、ドイツ打倒後3ヶ月で移動を開始し6ヶ月までの間に到着とされたヨーロッパ方面の兵力を当てに、することはできなくなった。8月31日、第38機動部隊第4位軍は、伊洋島を空襲した。 第三艦隊が直接指揮する残り3軍は続いて9月初頭より、フィリピンを空襲、アメリカ軍は、それと、並行しながら9月15日、モロタエ島、ペリリュー島へ上陸した。17日には、アンガウルに上陸した。9月23日には、ウルシー干渉を占領しており、後に、後方の補給拠点として使用された。第38任務部隊は、ペリリュー。 諸イ上陸作戦を支援した後、小笠原諸島やヤップを空襲した。9月12から13日に、ハルゼー大将が指揮する第三艦隊は中部フィリピンを空襲したが、この時の日本軍の反撃が微弱だったため、ハルゼー大将は中部フィリピンを諸い防御と貧弱な施設だけの抜け殻と判断し、中部フィリピンへの進行を早めるよう提案した。 この提案は、統合参謀本部に採用され、予定されていた、上陸作戦を中止して10月20日に、レーテ島に進行することが決定した。ユサフフェゲリラを称えるアメリカのプロパガンダポスター、戦う、フィリピン人が党は常に、自由のために戦う、と書かれている、バターン氏の更新などもあり、当時のフィリピンでの対日感情は、あまり良くなかった。 フィリピンの対日武装勢力は二つに対別できる組織からなり、共に大きな団体となっていた。一つは、かつて、マッカーサー大将の指揮下で活動していた、米比軍の将兵らで、現代よりは比較的自由な活動をしていた。他方は、福原ハプと呼ばれる、フィリピン国内の農民革命運動や、労働運動者たちであった。この二組織は、必ずしも、 協力関係にあったわけではなく、ある時、福原ハプ側がユサフェに対して、同盟を組もうと迫ったが、逆にユサフェはこれを拒絶して、福原ハプに攻撃を仕掛けたりもしていた。ユサフェは、米比軍の正式区分だった全10管区を引き継ぐ、形で、軍管区司令部を設置し、総兵力、約2万2000名によるゲリラ戦を展開した。 もっともユサフェフクバラハプの二集団とは別に中小のゲリラ集団が各地に点在しており1943年に大本営陸軍部がまとめた最近における人事情には100以上の組織と27万人のゲリラが報告されている。これらゲリラの活動により1943年の時点で連日のように道路、 橋や電話線の破壊、移動中の部隊への襲撃が相次ぎ、昼間は歩けないとさえ言われた。例で人島作戦が進行するにつれ、アメリカ軍が武器を供給したこともあり、その数は一気に膨れ上がり、初戦において有力な戦力となった。日本軍が数々の努力をしていたにもかかわらずほぼ無力で撤退していくことになったのは、 このユサフェラゲリラの影響も大きい。ゲリラと無関係な一般市民との区別は容易ではなかったため、日本軍による討伐作戦の途中で虐殺事件が起きることも多々あった。一方、フィリピン市民は必ずしも全てが対日武装勢力に組みしたというわけではなく、日本が1943年10月14日に、 独立政府を設立するなどフィリピン戦部工作により、新日派の市民たちも存在した。また、日本軍は、マカピリと呼ばれる武装組織を作り、抗日ゲリラを討伐したり、中には、日本軍と共に敵陣に突入していく部隊もあった。もっとも、ラウレル政権は独立と同時に、台米戦線布告を求めた、日本側に対して、 フィリピンの国情を理由に先延ばしを認めさせるといったことがあった。なお、これらの新日派武装勢力は戦後に特赦され軍事裁判に問われないものとされた。アメリカ軍はフィリピン侵攻に先立ち、フィリピンの近くに航空基地を確保するためパラオ諸島とモロタイ島を攻略した。また、アメリカ軍はフィリピン上陸部隊が 近隣の日本軍基地の航空機により攻撃されるのを防止するため10月20日のレーテ島上陸の前に空海軍の総力を挙げて周辺の日本軍基地フィリピンの島々の空爆を行ったこの中でもアメリカ海軍空母部隊が10月10日に行った沖縄空襲と10月12日からの台湾空襲は大規模なものであった日本軍による 輸送作戦と連合国軍による通称破壊作戦フィリピンの周辺海域は日本と東南アジアを結ぶ航路があったため南シナ海やバシー海峡、ルソン海峡では日本軍の輸送船団に対して連合国による攻撃が行われ日本側は大きな被害を被った。モロタイ島の戦い1944年9月15日連合軍は フィリピン侵攻の拠点確保のため東部インドネシアのモロタイ島に上陸した。連合軍はすぐに島の重要部を制圧すると飛行場を建設した。日本軍は周辺の島から空襲をかけたり、切り込み隊を逆上陸させるなどして妨害を試みた。ダバゴ法事件アメリカ軍はフィリピン各地に爆撃を実施しており、その中9月10日に 日本陸海軍の一部部隊は、連合国軍のダバオ上陸と誤報を発し、司令部が退避する、等、一時混乱をきたした。沖縄空襲台湾空襲レ手テ島上陸直前の1944年10月12日から3日間、アメリカ軍は、台湾にある日本の航空基地を空爆した。これにより、台湾沖航空戦が起きたが、日本側は、 約700機とパイロット多数を失ったのに対し、アメリカ軍機動部隊の損害はわずかであった。にもかかわらず、大本営海軍部は、空母撃沈11隻、撃破8隻アメリカ機動部隊を、壊滅と大戦火を天皇に創上した。海軍部は、10月16日には、戦火の再判定を行い、大戦火が5人であることを確認していたが、 陸軍には伝達されなかった。古代戦果を信じた陸軍は、アメリカ軍の戦力を過小評価することになり、この誤った状況判断が、アメリカ軍が、レーテ島に上陸した後の作戦計画に大きな影響を与えることになった。レーテ沖海戦での日米艦隊の航路図1944年10月17日、米軍のレンジャー部隊が、 冷手島東約 60km のスルアン島に上陸した。さらに、冷手島への20日の上陸を目標として700隻の艦船を投入した。対する日本軍大本営は、冷手島への上陸作戦であると判断して、10月18日に早1号作戦を加盟し、シンガポール南方の林ガ白地から栗田竹雄中将を率いる。 1> 第1遊撃部隊を予定出撃地点であるブルネイに派遣した。栗田艦隊がブルネイで給油中の20日に、レーテ島の第16師団が米軍上陸を報告した。レーテ沖海戦の参加兵力は、日本軍が機動部隊本隊第1遊撃部隊主体、同第3部隊、第2遊撃部隊である。他方、米軍が春勢艦隊、 近畿土艦隊及び航空機1280機であり、米軍側が日本軍の兵力を大きく上回っていた。日本海軍の計画は、目標は、米機動部隊と上陸する同攻略部隊の2、目標の殲滅であり、大きく4つの作戦からなっていた。というものだった。もともと、第3部隊と第2遊撃部隊による別路からの0.1突入の計画はなかった。 第3部隊は編成されず、第1遊撃部隊の主力と共に行動するはずであった。しかし、米軍の上陸への対応の遅れと、ブルネーで予定された、連合艦隊手配の補給船が間に合わず、栗田提督が手配したのが1日遅れでなんとか、到着したことで1日のタイムロスが生じ、低速の関係を伴うと突入期日に決められた25日、黎明までに、 レーテに到着することが不可能であったため、最短コースだが敵に早期に発見される可能性の高いスリガオ海峡ルートを低速艦で通過し、主体は高速で別ルートから進撃。2体で攻撃戦をすることに決め、ブルネー島着時に第3部隊を編成し、正式に決定された。第2遊撃部隊はそもそも機動部隊主体の前衛部隊として、 同一行動をするはずであったが、直前の台湾沖航空船で配送する、米機動部隊の追撃に急遽出動し、後に、米機動部隊が健在であることが判明して、退避するも同時に、霊天湾への進行が判明し、主体に合流できぬまま別隊として行動することが、急遽決まったもので、指揮もそれまでの第一機動部隊から、南西方面艦隊へ移動となった。このため、 指揮系統の全く異なる二部隊が、同時ルートで進軍することになり、しかも、第二遊撃部隊側の急な作戦変更により、互いに連携を取らぬまま突入する意になった。10月23日からの戦闘支部屋会において、米軍の空襲より、回避行動を取る戦艦、山と米航空機と戦闘中の戦艦、武蔵10月20日、第一遊撃部隊は、 不十分な通信環境の中、米上陸部隊が、上陸を開始したことを知り、北方へ急行した。途中、23日に、パラワン島沖において、米潜水艦2隻による攻撃を受け、従順洋艦2隻が沈没し1隻が大破した。機関、アタゴが撃沈されたために、栗田中将以下の司令部も一時は海へ投げ出された。日本海軍基地航空隊は、 米軍上陸部隊の発見の遅延と当時の気象状況の悪化などもあり、計画された上陸2日前からの攻撃は初手から失敗した。福留茂第二航空艦隊司令長官は24日の攻撃に期待し、前日の23日より偵察行動を実施していたが、マニラ東方で活動するシャーマン少将の第三軍を発見。 24日午前より攻撃を仕掛けた。しかし迎撃の米戦闘機軍に阻まれ攻撃は頓んそれでも、彗星12機からなる奇襲攻撃部隊の1機が、米空母プリンストンを攻撃しこれを撃沈する。おとり任務の機動部隊本隊は、予定通り24日、早朝予定海域に到着し作戦行動に入る。11時過ぎには、米機動部隊を発見し、 数少ないながらも攻撃隊を出すが、随格隊以外は敵を発見できずに、フィリピンの遊軍基地に帰還し、随格隊のみが、シャーマン少将の部隊を攻撃した。しかし、機動部隊本体の行動がなかなか敵機動部隊の北方への誘致につながらず、第一遊撃部隊は10時過ぎからの空襲を皮切りに15時30分頃にかけて、都合5度、 延べ264機による大空襲に見舞われ、戦艦武蔵が沈み、従順妙高が損傷により撤退。またそれらの護衛に駆逐艦浜風、新僧らが離脱し、艦隊戦力は、戦艦4隻、従順洋艦6隻、軽順洋艦2隻、駆逐艦11隻にまで減少、それらの艦も損傷を被るという状態となった。一方、強撃任務のため、 すりガオ海峡のルートを進む。第3部隊は24日9時頃に、デビソン少将の第4軍の艦載機20機による空襲を受けたが、存在は警備であり、以後は攻撃を受けぬまま順調に進んでいた。しかし、第1遊撃部隊本隊の方が大空襲を受けた、ことで、その空襲をかわすために一時的に交代したことで、二艦隊同時に、 レーテワンへ突入する計画が崩れてしまう。ここで、西村中将は独断で、部隊単独でのレーテワン突入を決意し、予定を繰り上げて、突入を開始する。25日3時頃より待ち構える、オルテンドルフ少々式の戦艦部隊などと狭い、すり顔海峡で野戦となり、駆逐艦しぐれ一隻を残して全滅した。後続していた第二遊撃部隊は、 第三部隊の全滅と、機関な地の損傷などを受け、突入を取りやめて、交代を決断。道中で、軽巡や部熊が沈められるもなんとか退却に、成功した。機動部隊主体の誘致は24日夕方頃より、走行し、春勢機動部隊は16時40分頃より第一、遊撃部隊への攻撃を中断して、機動部隊主体への攻撃を目指し、北上を開始した。 胴体への春前駅道部隊の攻撃は、翌25日8時過ぎより開始され、都合4度にわたる空襲で、航空母艦、随格、随宝、千歳、駆逐艦,艦秋月が沈没、航空母艦千代田は、航行不能となり、先行して追撃してきた、デュポーズ少々式の巡洋艦部隊に捕捉され撃沈。さらに沈没した艦艇の乗員救助のため遅れていた。 護衛艦,艦艇も捕捉され、駆逐艦初月が沈没。また損傷し単独で退却していた、軽巡洋艦玉も、米潜水艦の攻撃を受けて沈没した。第一遊撃部隊の攻撃と、反転1945年10月25日7時から9時30分頃に、かけての両艦隊航路ロズ渋谷海海戦後、一度に死に、 向かい米軍に撤退中と思わせた第一、遊撃部隊は再び東に進路を取り進撃を再開。25日午前0時35分に、サンベルナルジの海峡を無事通過して、フィリピン東側の海域に進出した。機動部隊を指揮する春税大将と、攻略部隊を指揮するキンケイ度中将が、 互いにサンベルナルジの海峡の封鎖を他方の分担と思っていたためであった。午前6時45分、第一遊撃部隊は攻略部隊に属する護衛空母部隊の一軍と遭遇し、交戦状態となる。不意をつかれた護衛空母軍は関西機の捕獲地区間の来撃で反撃を試みながら退避した。2時間余りの戦闘で栗田艦隊は、 護衛空母一隻と駆逐艦三隻を撃沈し、護衛空母三隻と駆逐艦一隻に損傷を与えたが、第一ル撃部隊も、護送空母からの迎撃機の必要な攻撃や、護衛駆逐艦の奮闘により、従順洋艦鈴屋が沈み、鳥海、千熊が大破航行不能、熊野が大破撤退と四隻もの従順洋艦を失った。敵が、 五艘空母部隊ではなく大型空母で構成される、機動部隊の一軍だと思っていた第一遊撃部隊は、ある程度の損害を与えたことで追撃を中止し、11時頃より、霊ワ湾への進撃を再開する。しかしその頃になって、南西方面艦隊から9時40分頃の、情報として栗田艦隊の北 100km の地点、焼市下に、 機動部隊が存在するという伝聞が届いた。第一遊撃部隊はこの他にも本来の突入時期は上陸から2日以内だが、すでに5日も経過しており、攻撃目標の戦団はすでに上陸を終えた可能性があり、突入しても上陸した部隊は遠く射程外まで進出していたり、揚陸した物資がどこにあるのか把握できない状態である。 可能性が高く、突入しても空の輸送船を攻撃するしかなく、戦果を期待できない。共同すべき、第三部隊らが、戦線離脱しており、米攻略部隊による、集中攻撃を受ける危険がある。実際この時点でもタフィさんとは別の、護送空母部隊による、第一遊撃部隊への空襲が継続して行われて、おり、機動部隊からの連絡がないこともあり司令部は、 おとり作戦が成功していると確信できなかった。突入しても戦果を上げれないのなら、北方にいる敵機動部隊を補足殲滅した方が基地航空隊による米機動部隊への攻撃が空振りに終わっていることもあり、戦局に貢献できると考えたなどを考慮した末に撤退を決意12時36分により反転北上を開始する。 一方のオルテンドルフ部隊は、第三部隊を壊滅に追い込んで、後に北上、一部補給を済ませ、第一遊撃部隊の迎撃に向かう。従来この部隊は、弾薬が欠乏していて第一遊撃部隊は難なく、撃破できたと言われていたが、実際はもう一回戦う余力が残っており、また周囲には、蒸気の通り攻撃されなかった、五層空母部隊に部隊と、たまたま、 ハルゼーの部隊と別行動をとっていた、マケイン中将の第一軍が第一遊撃部隊への空襲を仕掛けており、第一遊撃部隊が突入を継続してたとしても、上陸地点に戦力を残したまま到着するのは、非常に難しい状況だった。実際に反転北上をして後の艦隊は、空襲を受け続け、軽巡洋艦、矢萩などが損傷、翌十六日には、 軽巡洋艦の城が沈み、駆逐艦早島が損傷し座礁、放棄となっている。結果とその後の影響を10月27日、大本営海軍部は、霊天沖海戦の戦火を、空母撃沈8隻、撃破7隻、航空機撃墜約500機と発表した。この古代戦火は、先の台湾沖航空戦の古代戦火と合わせて、ますます、 日本軍の状況判断を誤らせることになった。実際の戦果とは裏腹に、日本海軍は米軍に対して、一定の戦果を上げたと考えていた。サマール沖海戦で、米護衛空母軍を高速機動部隊と誤認していたこともあり、栗田艦隊だけでも、撃沈、空母4隻、重巡洋艦1隻、軽巡洋艦1隻、駆逐艦,隻駆逐艦4隻。撃破、空母2隻。 巡洋艦または大型駆逐艦2隻、内市3隻の戦果を挙げたと判断している。このため戦後になって実情が判明するまで、栗田と小沢の本作戦における海軍内での評価は現在と大きく異なり、時間帯のみで米機動部隊の一軍を殲滅した栗田艦隊への評価は高かった。この海戦での連合艦隊の指導した、 航空支援のない水上艦艇による突入作戦は、制空権が重要となった第二次世界大戦では、成功はほぼ不可能というのが常識となっており、小沢や栗田ら海戦以来前線で戦ってきた前線指揮官たちもそのように考えていた。しかし、連合艦隊は当初の作戦内容では、基地航空隊と機動部隊による、 航空支援を盛り込んではいたが、台湾沖航空船の後方戦艦に踊らされて、都市号作戦用に用意されたそれら航空戦力をすりつぶしてしまい、続けて米軍がレーテに進行すると、ごてごてに回り、結局航空支援のない突入を前線部隊に強要した。このことは、連合艦隊と前線部隊、特に第二艦隊との間にしこりを残した。 クリタ艦隊が内地に帰還し軍令部に出頭した際、山本雄司第二艦隊参謀より航空支援のない状況で水上艦艇を突入させることがいかに無謀で実施困難であるかが改めて報告され、味方航空兵力の支援のない場合、航空兵力優勢な敵を相手として戦闘するのは無謀も甚だしい。今後は一切今回のような 無謀な戦闘はやらせぬようにしてもらいたいと、軍令部より、連合艦隊司令部へ指導してほしいと要望された。軍令部はそれを了承し、山本地下を第一課長より、連合艦隊側へ、今日までの実績を鑑み、味方航空兵力、著しく劣勢なる場合、戦艦巡洋艦を持って、局地戦に参加せしめることは適当と認めざるにより、大本営としては、 連合艦隊司令長官がかかる兵力使用を行われざるよう希望すと伝えられた。しかし上重徳参謀はこれまでの戦闘において失敗したのは当事者の勇気が欠けていたためである。勇気さえあれば優勢な敵航空兵力であっても大艦を持って上陸作戦時の攻防戦に参加させることは必ずしも不可能ではないと反論し取り合わなかった。 神重徳参謀の航空支援の重要性の無理解さは以後も続き、1945年4月からの沖縄戦では再び航空支援のない突入を立案。第二艦隊は、大和、矢作など6隻を失い、約3700名の将兵が無為に死んでいった。前期の山本参謀もこの時、大和と運命を共にしている。 10月20日、連合軍は、レーテ島に上陸した。これまでの日本陸軍のフィリピン防衛計画は、ルソン島での決戦であったが、大本営海軍部が発表した、台湾沖航空戦と、レーテ沖海戦の古代戦果を信じたため、急遽レーテ島へ大規模な増援部隊を送り、決戦を、行う、レーテ島決戦へと、戦略転換を図った。この時は、敵は、 明治節までに降伏するだろうといった希望に満ちたものであった。レーテ島の戦いの行動図アメリカ軍の上陸上陸直後の米軍の猛烈な艦砲射撃で炎上する日本軍陣地レーテ島に上陸中の米軍日本側は第35軍がレーテ島を含む東部フィリピン防衛を担当しており、内レーテ島には第16師団のみを配置していた。 1944年10月20日、連合軍は、レーテ島攻略に着手した。第6軍所属の約20万2500名からなる、陸上部隊が投入された。航空支援には、陸上機約3200機に加え、関西機約1200機も参加した。海上からも艦隊が、火力支援をしていた。アメリカ軍、第24軍団と、第10軍団は、 レーテ島岸のタクロバンから上陸を開始した。猛烈な艦砲射撃で沿岸の日本軍陣地は壊滅した。連合軍は急進して第16師団の連隊長二人を戦死させ、26日までに6個の飛行場を確保した。第16師団は産地へと退却した。この戦闘の間、日本軍の通信状態は悪く、しばしば連絡が途絶えたため、 大本営やマニラの方面軍では、レーテ島の戦況の把握が困難であった。第16師団の残存部隊は、増援部隊と合流しながら、翌年2月頃まで戦い続けたが、11月20日時点で約3800名、翌年3月には約800名まで消耗していた。日本軍の反撃レーテ作戦中の米軍の不評、大本営海軍部が発表した。 台湾沖航空船と、レーテ沖海船の古代戦火を信じた、陸軍部は、レーテ島決戦に、戦略転換を図り、レーテ島に増援を送った。この輸送は、兵員や物資を航空機により攻撃されやすい、海上に長時間暴露することになるが、アメリカ機動部隊は壊滅したと信じた、大本営陸軍部は意に介さなかった。しかし、アメリカ機動部隊などの空襲を受け、 第一師団だけは航空援護もあって11月9日までに無事に上陸することができたもののその他の第26師団や第68旅団などはいずれも物資の下半が海へ沈んだそのためガダルカナル島の戦いと同じく物資の著しく欠乏した戦闘となった第一師団と第26師団などが到着後の11月20日頃の 日本軍兵力は、人民約4万3000名、馬約650頭、軍用車両約190台だった。第一師団は、1944年11月1日に、レーテ島西岸のオルモックへ上陸し、3日に、カボカン方面で、米、第24師団と遭遇して、戦闘になった。アメリカ軍は、途中11月24日に、 第32師団へ交代して攻撃を続け12月5日から総攻撃を行った。第1師団は第102師団の一部とともに悪戦苦闘し12月21日に西方への撤退を開始した。日本軍は第26師団と第16師団残存部隊に加えカオル空挺隊と高千穂空挺隊を連合軍飛行場へ突入させて 反撃を試みた。だが、第26師団が、ブラウエンまで、あと 10km まで迫った時点で、西海岸のイピルに、アメリカ軍が上陸したため、攻撃を中止した。オルモック陥落日本軍が、揚陸地点としていた、オルモックの制圧を狙った。連合軍は、オルモック南方のイピルに、アメリカ軍第77師団を上陸させた。 連合軍は12月11日にオルモックを占領した。日本軍は第26師団を反転させるなどして迎撃したが、補給が完全に途絶えて12月末にはもはや戦闘継続不能となった。第14方面軍は0手決戦中止を決め、第35軍に寒気ポット付近の山岳地帯を拠点としての永久交戦を命じた。1月末までに、 カンギポット付近に残存部隊が集まり、その一部は、セブ島への転身を行った。レーテ航空船レーテ島の戦いは、熾烈な航空船でもあった。日本は2000機近くの航空機を投入し、そのほとんどを失った。これは、当時の日本の保有機の半数近くであった。このため、その後のフィリピンの戦いでは、航空機による支援はほとんど望めない状況となった。 レーテ島に続いて、ルソン島の奪還を目指す連合軍は、レーテ戦末期の12月15日、ルソン島上陸に先立ちミンドロ島へ進行した。その目的は、ルソン島南部に対する航空支援基地を確保することにあった。日本側の第14方面軍は、ミンドロ島の防衛は当初から断念しており、警戒任務の2個中隊しか配備していなかった。 日本海軍による砲撃などの反撃は行われたもののすぐに連合軍は島を制圧することに成功した。コブラ台風12月17日から18日にかけてミンドロ島上陸作戦の支援を行っていたハルゼーの米海軍機動部隊がフィリピン東方沖で強い台風に遭遇し沈没3隻損傷9隻 航空機146機喪失の被害を受けた。これにより年末まで米艦隊の活動が低調になった。非等攻略の作戦ズリンガエン湾上陸とマニラ侵攻1945年1月9日、連合軍は3日間以上の激しい事前砲爆撃に続いてルソン島リンガエン湾に上陸を開始した。まずアメリカ軍の 第六軍が上陸し、うちニコ師団がマニラ奪還を目指して南下をはじめニコ師団が北部の制圧へと向かった。対する日本側の第十四方面軍は部隊を三つの集団に分けて持久戦を図る戦略であった。山下大将自身が率いる勝負集団を馬業を中心とした北部に横山静雄中将の新部集団をマニラを含む南部に スカダリキサトシ中将の県務集団を、クラーク飛行場群のある、マニュラ北東地区に配置した。リンガ園湾には、勝負集団の第23師団と、戦車第2師団、独立混成第58旅団が、迎撃態勢についていた。北部制圧に向かったアメリカ軍2個師団と激しい、戦闘となり、2月上旬まで、アメリカ軍の進撃を遅らせた。この間に、 北部には大量の軍需物資が搬入された。リンガン湾に侵入する戦艦ペンシルベニア以下の米、第7艦隊他方、南部へ向かったアメリカ軍にシダンは、県務集団を撃破して 200km の前進に、成功し、1月下旬には、マニラ郊外へ到達した。県務集団は、陸海軍の航空部隊を修正して、地上戦に転用した部隊で、 戦力は乏しく、残存部隊は、山中の深く陣地へ交代し、次第に組織としての統制を失っていった。連合軍は、パターン半島とマニラ南方へもアメリカ第8軍を上陸させ、他方面からマニラ市への攻撃を開始した。当初、日本側第14方面軍は、マニラ市について、無防備都市宣言する計画であったが、海軍や第4航空軍、 大本営の反対により実現しなかった。マニラには、マニラ海軍防衛隊の陸戦隊などが立てこもり、約1ヶ月間の激しい市街戦となった。3月3日にマニラは陥落したが、それまでに連合軍の激しい無差別砲爆撃によって、市街地は廃墟と化した。市民の犠牲者は、約10万人と言われ、米軍も民間人を巻き込んだ無差別爆撃について、 当時の有色人種に対する人種差別によるものとしている。リンガエン湾上陸以来の戦闘により、アメリカ軍は、死傷2万5 0 0 0名の損害を受けた。日本軍の損害は、マニラ市街戦のみで、戦死1万6 0名に及んだ。バターン半島には長吉死体とコレヒドール死体が展開していたのに対し、激しい放爆撃の後に、 それぞれ1月30日と2月17日にアメリカ軍が上陸して攻撃を加えた。コレヒドール島には空挺部隊も降下した。日本軍は野襲により抵抗したが、コレヒドール要塞は3月に陥落し、生存者300人だけが長吉死体に合流した。9月上旬に投降した時の日本軍残存兵力はわずかに約280名だった。 新部集団の戦闘新部集団は、マニラ防衛隊支援のため、2月8日より6個大隊で、第1次総攻撃を行うなど、マニラ郊外において、連合軍と激戦を繰り広げていた。2月23日、米第6師団、第43師団などは、猛砲撃を行った後、戦車を中心にして、包囲攻撃を開始した。対する日本軍は、3月中旬に、 第二次総攻撃を実施して、第六師団長に重傷を負わせるなどしたが、結局3月下旬頃になると撤退を余儀なくされた。深部集団は3つに分断されてしまい、6月には第二戦陣地も失って、さらに分散しての持久戦へと入った。その後、9月から11月にかけて、終戦を知り降伏するまで、連合軍やゲリラとの戦闘を行った。 新部集団の生存者は、当初の約十万五千名のうち終戦以後に収容されたもの1万三千名と、秘湯作戦終了までの捕虜千六百名であった。勝部集団の戦闘バレて峠を、捕服前進する、米軍風評をバギオに、方面軍司令部を置いた、ルソン島北部の勝部集団に対し、連合軍はアメリカ第六軍の第一軍団を、中心に攻撃を進め、 1>, 1月下旬には、沿岸の日本軍、第23師団などに大打撃を与えていた。2月下旬に、連合軍は、山岳地帯の日本軍陣地に対して、攻撃を開始し、バギオをめぐって、日本軍の第23師団、ドクコン第58旅団と交戦した。また、東部の国葬地帯カガヤン渓谷への侵入路を、めぐって、バレテ峠、サラクサク峠で、第10師団、 第105師団、戦車、第2師団などと一進一退の激戦となった。バギオ地区では日本軍が4月までアメリカ軍の北進を阻止していたが、西海岸からナギリアン経由で迂回侵攻され、4月下旬にバギオは陥落した。その直前に方面軍司令部はカガヤン渓谷へ脱出し、ホセラウレル大統領らも日本本土へ避難した。 バレペ峠でも日本軍は力戦し、陣地を侵食されながらも5月までは、カガヤン渓谷への連合軍侵入を防いでいた。しかし、物資や食料が減少していくとともに、戦力も低下し、6月1日についに、日本軍は退却した。日本軍は、バギオから交代してきた第23師団らと合流して、第2戦陣地へ向かった。その後、6月には、 ルソン島北端のアパリにもアメリカ軍が空挺降下し、勝負集団は包囲攻撃を受ける状況となった。残存兵は陣地にこもって最後の抵抗をしたが、日本軍各師団の兵力は約20%ほどにまで減少していた。食料なども不足し、飢餓や病気に倒れる者が続出する惨状となって終戦を迎える。ボルネオ地区タラカン島で、 作戦中のオーストラリア軍戦車飛島作戦では、レーテ島やルソン島以外の島でも激しい戦闘が行われた。マッカーサー大将の強い希望を受けて、連合軍はフィリピン全島を攻略する方針を決め、中南部フィリピン攻略のビクター作戦を開始した。ルソン戦中の2月にベルデ島、ルバング島、パラワン島へ上陸し、3月にはミンダナオ島、プルワス島、 セブ島、4月にホロ島、ボホール島他にも上陸した。これらの戦闘に連合軍側は、アメリカ軍5個師団などを投入し、大規模かつ徹底的な攻撃を行った。ボルネオ島にも5月に、オーストラリア軍2個師団が進行した。対する日本軍は、レーテ島トルソン島に戦力を集めており、連合軍進行時点で、防衛担当の第35軍を呼び、 第37軍指揮下に残っていたのは戦闘力のない平坦部隊や飛行場部隊などが多かった。戦闘部隊は、額面上は4個師団と3個旅団あったが、いずれも0手線で消耗した部隊や、第2 0 0 9級の治安部隊であった。それでも、トンネルなどを活用した陣地を構築しており、各部隊は、非戦闘部隊も一丸となって、しばしば果敢な抵抗を試みた。 ミンダナオ島の戦い残る地域の内ミンダナオ島に、日本軍は最大の兵力を残していた。第30師団と第100師団を主力として、他に独立混成第54旅団、第2飛行師団地上要員、海軍の第32特別根拠地帯などが配備されていた。これに対して、連合軍は、米、第24師団、第31師団、 第40師団を上陸させ、現地にいた、米非軍ゲリラ部隊約3万3000名と、共同作戦を行った。まず連合軍は、西部の三本案外3月10日に上陸して、ドクコン第54旅団を撃破した。続いて4月に、南岸へ上陸して、ダバオ攻略を目指したのに対し、日本軍は、主力の、第100師団が、ダバオ製法で、 約2ヶ月間防戦を続け、6月にアポサンへと交代して自活体制に移った。第30師団は北部区域において戦闘していたが、6月頃に東部へ撤退した。ビサヤ諸島の戦いビサヤ諸島には、レーテ島以外にも日本軍の航空基地が多く存在したが、すでに機能停止状態だった。守備兵力は、第102師団が、セブ島やパナイ島、 ネグロス島、パラワン島に分散配置されていた。パラワン島が最初に占領され、以後、各島への進攻が続いた。防衛の中心のセブ島には3月26日に、米軍のアメリカル師団が上陸した。後方部隊中心の約14,500名から、なる、日本軍は上陸直後に激しく抵抗し、その後も、第14方面軍司令部の指導により玉砕は、 避けて持久戦に移行した。ネグロス島などにもアメリカ軍が上陸した。スールー諸島の戦いスールー諸島のホロ島では、4月9日のアメリカ軍第41師団上陸に対し、日本軍の独立混成第55旅団が迎え撃った。ドクコン第55旅団は、約半数を失って山中に撤退したが、そこでもゲリラによる攻撃を受けて終戦までに、ほぼ全滅した。 ボルネオの戦いボルネオ地区には、イギリス軍及び、オーストラリア軍、第2軍が進行し、日本側の独立混成第56、第71旅団と交戦した。5月1日のタラカン島上陸を皮切りに、7月1日には、第2次世界大戦最後の大規模上陸作戦である、バリクパパン上陸などが行われ、各地で終戦まで激戦が続いた。 フィリピン方面の日本軍で最初に終戦を知ったのは8月15日に情報を得た第14方面軍司令部である。司令部は一人でも多くの将兵を日本本土へ帰還させることが最後の任務と考え、18日に終戦の証書の文面をコピーして各部隊に渡すことを始め24日に慰霊祭を行い、 31日に下山して、その後は点々と連合軍の軍事施設を回った後、バギオの基地へと移動した。そして9月3日、山下智之大将は、マッカーサー元帥と共に降伏文書調印式に参加して、降伏文書に署名した。ここに、非を攻略作戦を含む一連の早一号作戦が幕を閉じたのである。冷手置海戦で、 連合艦隊が壊滅したことで、日本軍は完全に補給を断たれ、レーテ島10万、ルソン島25万に取り残された形となり、1945年6月までの戦闘で主力部隊が壊滅した以降はジャングルをさまよいながら散発的な戦闘を続けるだけとなった。多くが合死し、マラリアなどの伝染病や戦傷の悪化により死んでいった。 フィリピン侵攻以降のフィリピンの戦いでの日本軍の戦死者は日本軍が太平洋戦争で戦った前戦線において最も多い。補給が断たれた日本軍は上に苦しみ、日本軍戦死者のうち約80%が餓死、病死、自殺と推定されている。極度の飢餓から軍の統制は崩壊し、各々の,の食料を求めてさまようう,うちに時に、 畑の芋をめぐって争い、一部に人肉食に至るなどしたという。以下は、日米両軍の人的損害である。連合軍は、フィリピン各地に飛行場を設置し、航空機による通商破壊を本格化して、日本の南方航路を封鎖した。日本は、戦艦まで、輸送任務に転用して、北号作戦や南号作戦を行い資源輸送に努めたが、 1945年3月を最後に南方航路は閉鎖に至った。日本はインドネシアの油田地帯などを依然として確保していたが、シレーンの遮断により燃料供給を断たれ、艦隊の行動は愚か航空機を飛ばすことすら難しくなった。この頃になるとサイパン基地から発信した B-29 による本土空襲が本格化し、 工場地帯も都市も次々焼き払われ、国民の生存すら困難に陥った。大本営は戦争の勝敗よりも、いかにして、講和につなぐかを模索し始めた。45年初頭には、米軍はいよいよ本土への侵攻を開始した。市街戦によって破壊されたマニラ市街この戦いの、結果、フィリピン全土が戦場となり、約100万人以上にもなる。 フィリピン人の死者を出した。日中戦争から太平洋戦争までの15年間の戦争における日本人の死者数は約310万人であり、当時の日本の人口は約7200万人であるから日本人の約4%が死亡したことになるが、フィリピンの当時の人口は約1600万人であり、そのうち約100万人以上が死亡し、その比率は 約7%となり、人口比では日本の2倍近くになる。また、マニラなどの主要都市は壊滅し、廃墟と化した。また終戦後も各地で残留日本兵が戦闘を継続した。ありがとうございます。